はい、西崎です。今回はですね、成長しない人に共通する3つの思考っていう話をしたいと思います。なかなかね、仕事やってる中で自分自身成長しないなとか、なかなか変化できてないなって感じる人多いんじゃないでしょうか。じゃあ、成長したい人が必ずやってしまいがちな3つのポイントだけを厳選して皆さんにお伝えしますんで、今日お伝えする3つを反対のことをやればね、皆さんの成長に直結していくと思いますんで、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではビジネスに役立つ、すぐに成長できる内容を配信をしていますので、チャンネル登録をお済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録、そしていいねと思っていただいたらグッドボタンを、悪いねと思っていただいたら遠慮なくバッドボタンを押していただいて結構ですので、最後までご覧ください。成長しない人が持っている頭の中身ってどうなってるんでしょうか。1つ目は自分で調べない。なるほど。それは人に聞くってことだ。そう言った答えだけ求めようとするけどね、なんか調べようとしない人って結構おるやん。営業行く時もそうやし、まあ、デートする時もそうや、行き当たりばったりみたいな。人に聞いた方が早くない？人に聞いた方が早いけど、結局それ右から左に流しとうだけやけんね。自分で考える力が養われんてよね。なんで自ら自分で調べるっていう思考がないと成長できない。再現性がないけどね。わからないことは、まずじゃあ人に聞くんじゃなくて自分で調べた方がいいってことですか？調べて考えた方がいいね。で、それをもって人に聞くっていうのをやった方がいい。自分はこう思うんだけどと、私はこうなんですけどっていうのを持った上で聞くのと、答えを自分で考えずまま聞くのとでは、同じことを結果やるにしても全然成長するスピードとか変わってくると思うけどね。ほんと調べんもんね、知らない人。だって全部そうよ。 Twitter とか YouTube もさ、やっぱめちゃくちゃ調べるけんさ、他の人がどんな風にやってんだろうなとか、伸びてるチャンネルの傾向ってどんなんだろうなとか、どういうサムネイルにしたら良さそうなんだろうなっていうのをしっかり調べて、でその上で戦略立てるけんね。西崎さん、普段とりあえずやれっていうことじゃないですか、まずやろうって、そのまずやるのと調べるの、はい、なんかちょっと相反するイメージなんですけど、はいはい、どうしたらいいの？俺の YouTube 見てるか、ちゃんと、なんて言ってる俺、まずやるとは言ってるね、もう一個その後も続いてなかった俺。やりながら、素晴らしい、その通りよ。まずやれっていうのはよく言ってる話やねんけど、これ続きがあって、まずやりながら考えるっていうのがすごく大事。考えずにやっても意味がないから、だからその考えるっていうところを調べるっていう要素が入ってるっていうこと。さすが見てるね。よかった、帰ってきて。どうしようかなと思ったら、はい、2つ目は試さない。これがさっき言ったまずやるっていうのつながるかもしれないね。いろんなことやっぱ思いつくやん。これやってみたらどうかなとか、うまくいくんじゃないかなみたいなんて、これいろんな人が考えるけども、実際に動ける人って少ないというね。成長しない人の思考って、思いついたり考えたり、もっと言ってしまうと相手のことを批判とか批評するのは得意なんだけども、いざ自分がやれないっていうのが、これは成功しない人の大きなこう思考かなっていう。この人試さんなっていうふうに思う人ってどういう行動を起こりますか？とりあえず人のことばっかり言う。自分のことを棚に上げ、あいつはどうのこうのとか、ここがいい悪いとか、他人のことばっかり言う人かな、どんなことすればそれを試したことになります？日々思いつくやん、なんやかんや、なんか発見とかあるやろ、はい、あ、これ失敗したなとか、次はこうしてみようかなって思ったその瞬間に動けるかどうかっていうところじゃないかなって思う、じゃあこれ次回からやってみようとか、じゃあ明日からみたいな人ってなかなか試せない人かなって思うから、なんかこれいいな、やってみようかなと思ったら、その思った瞬間に動くっていう。みずきさんはこれをして変わったの？変わったね、昔俺もよう考えたけどね、これやってみようかなって思うことはもうそれこそ昔からずっとあったんやけどさ、これまで生きていく中で、いやでも誰もやってないしなとか、ちょっと時間ないしなとか、周りからどう思われるかなみたいなとこばっかり気にして、まあちょっと機会があったらやってみようっていうふうに思って一回も動けないタイプだったのか。前星野さんの動画で言ってましたね。そう考えすぎるタイプだったんですか？そう、めっちゃ考えるタイプやったけどね、これはなんか成長できない思考かなって思う。それをやらないっていうことは、やれば得れるはずの経験とか体験がないっていうことなんで。実際に行動したらそれは試したことになる。試したことになる。だ、失敗してもいいやん。俺もそうよ。むしろ試してみて全然いかんかったこともいっぱいあるんやんか。むしろそっちの方が当然多いしね。けど失敗したなら失敗したで、そこから学ぶこともいっぱいあるけどね。で、その時も考えなきゃいけないよね。なんで失敗したのかとか、どうやれば失敗しなかったのかっていうのを考えることがまた成長のステップやと思うから、まず試してみなんて。3つ目、はい、3つ目は続かない。
やっぱ続ききらんちゃんね。ちょっと試してみて結果出なかった、数字が出なかった、じゃあやめたってなるっていう、そんなパターンが一番多いんじゃない、うん、SNS ってまさにその最たるもんやと思うけどね、うん、Twitter やりだしたのが2年半ぐらい前なんやけど、当時一緒に始めようって言ってた人誰もやってないけどね。あ、そうなんですね。誰もやってない。美咲さん、こうすぐやる、すぐやめるって言ってたじゃないですか、うんうん、やめると続けるのはどう違うんですか、うん、人間の時間って限られとうけんね。じゃあその中で高いパフォーマンスを出そうと思ったら、どこに時間を使うのかっていうのをちゃんと自分で考えて配分しないと、これいいパフォーマンス出ない。なんで全てに全力投球って無理やん。それこそ10個のことをやるのと1個のことをやるんやったら、1個のことに24時間使えるのとさ、10個のことに24時間使うのではそれぞれ1つあたりの薄さ濃さは変わってくるんで、なんで本当に自分がやるべきことって何なのっていうところに全力投球する。続けられるタイプ、続けられなかった。でもブラッシュは継続できるイメージはめっちゃあるけどね。トゥモローゲートに入ってそれを感じるように。なんで続けれるようになった？やらんとやらんと環境か大事よね。周りがそういう雰囲気とか、いやその大事だよ。だから続けるためには環境っていうのも大事で、例えばめっちゃやる気のない組織に入ってやる気出せって言われるのと、めちゃくちゃやる気のある人たちがいる組織に入って頑張るっていうのとではやっぱりもう周りの空気とか雰囲気からして違うしさ、うん、だって図書館に行ったらなんか勉強さないかん雰囲気になるやん、うん、パチンコ屋でノートを開いて勉強できますかって言ったら無理やと思うよね、うん、それと一緒、うん、なんで箱も大事、うん、続けるためには継続っていうことですね、うんうん、続ける、はい、この3つができたら、うん、逆に人って成長するんですかと思うよ俺はね、うん、自分で調査をしたりとかデータを取ったりとか考えたりする力、じゃあ今度はそれを試してみる力、実行する行動する力、これ1、2はもうサイクルやけんね。行動したらもう一回調べるっていうのが入ってくるから、でこれサイクルで回しながら、あとはやめずに継続する、続けられるっていう思考があれば、むしろ俺成長せんかったら電話してほしいもんね俺にね。むしろ聞きたい、なんでと。ちょっと YouTube の企画ですね。そうよ、なんでそれを美咲さんできるんでしょう。できなかったんですよね前は。そうやね、 1,2,3 をやればそれこそ自分自身が成長するっていうのを体感したからじゃない、だからやれるんやと思う。ビジョンが見えないとさ、やっぱ人ってこう続けられないやんか。これやって成長しないってなったら頑張れるわけじゃないし、それを今までやってきた、繰り返してやってきた中で、あ、やっぱちゃんとこの 1,2,3 を徹底してやっていき回していけば自分自身の成長につながるとか、それこそ給与につながるとか役職につながるとか、そういうところが見えてるかどうかって話じゃないかなと思うけど、見ていただいてる方はこれを3つやっていただいて、そう、はい、なので成長しない人はこの3つやけどね、はい、もう逆をやってもらえれば成長すると思いますので、ぜひ試してみてください。はい、じゃあ今日の話ね、聞いていただいて、ちょっとでも参考になったなという方はぜひチャンネル登録と、そしていいねと思っていただいたらグッドボタン、悪いねと思っていただいたらバッドボタン、どちらか押していただいてチャンネル閉じていただくようにお願いいたします。またコメント欄の方にはですね、このテーマで話をしてほしいと、浦下さんに突撃してほしいというものがあればどんどんコメント欄にいただければと思いますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。何年目からこれができるようになったんですか、ビジネスやり始めて。2年目じゃないかな、うん、実際に成果につながってきた時かな、はい、うん、上司に言われたんですか、これやるって。ああ、まあ、星野さんにはね、いろいろ教えてもらったけどね、はい、でそれを、まあ、実際にやってみて、さっき言ったみたいに、あ、プラスになるなっていうのを体感してきてから、どん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 それがより質の高いもので回せるようになったっていうことは感じます。じゃあやるって言われたことはできるようになったってことですね。うん、はい、ありがとうございました。